はい、皆さんおはようございます。現在私は長野県の中央本線上諏訪駅に来ています。今日はですね、タイトルにもある通り諏訪湖を歩いて一周してみようと思います。それでは早速ですね、まず諏訪湖まで行きましょうか。ここから歩いて 2,3 分のところですね。で、諏訪湖に着きました。ここにですね、なんかいい感じのデゴイチが落ちてるんで、これをスタート地点およびゴール地点として一周歩いていきたいと思います。今回はですね、ここから時計回りに歩いていきます。じゃあ早速スタートしますか。一体何時間かかるんでしょうか。今日私はですね、青春18切符を使って、愛知県からここまで来ているので、もうすでに疲労が溜まってますね。ちなみに帰りもですね、また普通列車で愛知に帰るんですけど、上諏訪駅18時15分発の普通列車に乗れないと、もう帰ることができなくなるんで、それまでには絶対にここに戻ってきたいですね。来たいですねというか、戻ってこなければいけないんですが。ちなみに諏訪湖は一周17キロぐらいありますね。普通に歩けば、4時間半ぐらいかなと思いますが、どうでしょうか。はい、スタートから約12分が経過しました。ここはですね、さっきデゴイチがあった場所から 1.2 キロぐらいの場所になります。なので、キロ10分ぐらいで来ることができてますね。まあまあいいペースなんじゃないでしょうか。はい、今あっちにガソリンスタンドがあるんですけど、レギュラー182円でした。高い。やっぱりですね、こっちの長野の方は、内陸なんで、ガソリンが高いですね。これさっきも言ったかも分かりませんけど、僕今日ここまで、青春18切符で来たんですけど、その時にですね、中央線の普通列車になんかスリの銀次みたいな服を着た人が乗ってましたね。なんかあっちにペタンクコートっていう施設があるんですけど、なんか昔ベタンコートっていう助っ人外国人いましたよね。もうなんかここでですね、なんか腐った木みたいな中に、マイゼンシスターズが捨てられてますね。ちなみにですね、この今カメラが向いている方向には、諏訪湖サービスエリア中継所があるんですけど、本当はね、最初あそこに行って諏訪湖を見ながら、なんかトイレとか行って休憩しようと思ってたんですけど、ちょっとあそこに行くのはね、ちょっとまあまあの坂を登らないといけないみたいなんで、今回は断念して、歩き続けることにします。はい、ちなみにさっきあっちの道路看板にですね、緑と湖の町岡谷市って書いてあったんですけど、いや、緑と湖の町なのはこの諏訪湖の周りの下諏訪町とか諏訪市も一緒じゃないのかなって思うんですけど、どうなんでしょうか。スタートからちょうど1時間が経過しました。スタート地点からここまでの距離はですね、約5キロですね。ここで結構な雨が降ってきましたね。いや、今日一応ですね、折りたたみガラハットは持ってきているんですが、ちょっとカバンの中の取り出しにくい場所にあるので、どうしたもんかなという感じですね。はい、結局刺すことにしました。いや、僕が濡れる分には別にいいんですが、この GoPro のマイクが死ぬ可能性があるので、大雨なのでね、刺すことにしました。うわ、やばい。ああ、いや、やっぱ湖の周りを歩くっていうのは、対岸が見えてどんぐらい歩いたか分かりやすいので、精神衛生上すごくよろしいですね。いや、諏訪湖の周りはこんな感じで遊歩道が整備されてるんで、とてつもなく歩きやすいですね。いや、やっぱりね、諏訪湖の周りは遊歩道が整備されてるんでね、とてつもなく歩きやすいです。さっきなんか見たことのあるポップがついた自販機があったんですけど、あれもしかしてハッピードリンクショップですかね。ハッピードリンクショップっていうのは、山梨とか長野にいっぱいある自販機の、チェーン店なんですけど、いや、でも普通のハピドって
なんか複数台自販機があるイメージなんですが、あれは本当にハピドなんでしょうか。はい、釜口水門を渡っていきます。今ですね、この進行方向右手が諏訪湖で、左手が天竜川となっています。天竜川はですね、ここ諏訪湖から、静岡県の方まで流れています。はい、ちなみにここがどの辺なのかというと、JR 岡谷駅があるあたりですね。今あれを見つけたんでね、多少回り道になりますが、行こうと思います。はい、到着しました。ハッピードリンクショップ岡谷湖畔店ですね。先ほどの1台しかなかったあのハッピードリンクショップは、あれ本物かどうかよく分かりませんでしたが、こっちはね、もうちゃんとハッピードリンクショップって書いてあるんで、絶対本物ですよね。はい、じゃあせっかくなんで何か買ってきますかね。はい、じゃあ歩くの再開します。あ、ちなみにあの水門のあたりが、この琵琶湖一周旅のだいたい中間地点ぐらいになりますね。あ、中間地点というのはあのデゴイチから歩き始めた場合のことですけど、ちなみにあとゴールまでは、7.5 キロぐらいですね。タイムは休憩含めてここまで、1時間50分ぐらいです。なんかもう喋ることがなくなってきましたわ。それに加えて、さっきまで止んでいた雨がまた降ってきましたね。公園がありました。結構眺めがいいですね。この高台は丘の輪っていう名前がついているらしいですね。なんかロシアのスケート選手みたいな。カメラが回っていないところでずっこけて滑落してしまいました。はい、ちなみに今の時刻は15時17分ですね。スタートしてから2時間27分です。はい、ここに無料で入れる足湯があったので、ちょっと入っていくことにします。いやー、でもやっぱ足湯は気持ちいいですね。あの丘の輪とかいうね、謎の丘から滑落したあの痛みもね、苦しみも悲しみも全部これで、洗い流された気がしますわ。いやー、気持ちよかったですわ。あのどんぐらい気持ちよかったかというとね、あのパワープロのマイライフで奥井が首になった時ぐらい気持ちいいですよ。はい、もうゴールはね、目視できる場所にあって、まあ、大体4キロ弱ぐらい歩けば着くんですけど、ここでお腹が空いたので、ご飯を食べに行くことにします。さっきあそこのトイレ行ったんですけど、なんか電気がついてなくてめっちゃ怖かったですね。はい、着いたんで食べてきます。食べ終わって店出てきたら、結構暗くなってましたね。そしてなおかつまた雨が降り始めました。いや、最悪だよ。ちなみにですね、今の時刻は16時28分ですね。スタートしてからは3時間38分が経過しました。今 Google マップ確認したんですけど、ゴール地点まではあと、2キロちょっとぐらいですね。はい、ここで諏訪市に入るようです。ってことはこれ今までは何市を歩いていたんでしょうか。
下諏訪町とかですかね、わかんないけど。いや、なんかもう暗くて何も映らんわ。ちなみにゴールまではあと 1.5 キロぐらいですね。いやーもうちょっとだ。さあゴールまでは本当にあと少しですので、ラストスパートといきましょう。さああとちょっと歩けば、デゴイチがあるはずなんですが、どこでしょうか。見えた。いや、このカメラでは見えてないんですけど、肉眼では見えた。いやー、やっと着く。着いちゃった。いや、なんか目標に達しちゃうと急に寂しくなりますね。というわけで今回のタイムはですね、4時間20分47秒でした。まあ4時間20分なんですけど、まあ途中で、ハッピードリンクショップに行ったり、足湯に入ったり、丘から転げ落ちたり、うどん食べたりしてるので、まあその時間を抜けば多分3時間半ぐらいになるんじゃないでしょうか。ちなみに歩数はですね、ヘルスケアアプリによると25,162 歩らしいです。今回諏訪湖を歩いて一周してみた感想なんですけど、あの私が滑落したあの謎の丘、二度と行かないわ。それでは私はですね、ここからまた、4時間普通列車に揺られて愛知県まで帰ります。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。